警察と消防によりますと、午前0時半ごろ、上越市下新町の島田幸宏さんの住宅から出火。付近の住民から家が燃えていると110番通報がありました。部屋から見たらもう燃えてる。その俺、兄貴が怒鳴った瞬間にメキメキバラバラバラって音してからも何もできるようなレベルじゃない、うん、いいの。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、島田さんの住宅と敷地内の作業小屋が全焼。島田さんが両手と顔をやけどして病院に搬送されました。軽傷とみられています。警察と消防は出火原因などを調べています。